女子中距離で中学、高校と日本一を経験してきた高橋ひなが、現役復帰することが分かった。自身の SNS で心境を綴り、チームの関係者への取材で明らかになった。高橋は兵庫県出身の25歳、小学生時代から800メートルで当時の最高記録である2分17秒28をマークした。山陽中時代には一年次から全中800メートル5位に入ると、 二年は800メートル優勝、1500メートル3位、三年は二冠無理を達成。秋の国体で今も中学記録として残る2分7秒19を独走で叩き出した。西脇高校に進学すると、一年目にしてインターハイ800メートル優勝。二年時はタイトルから遠ざかったが、三年時には見事に復活を遂げ、1500メートルで4分15秒82、高校歴代5位。 でイインターハイを制した2位の田中希美（現、ニューバランス、3位の後藤夢、現、ユニクロ、と同好メダル独占。後に日本代表となる2人にとって、同じ兵庫の偉大な先輩であり憧れの存在でもある。卒業後は壮大に進学し、クラブチームで競技を継続。横田正人コーチらの指導を受けたが、環境の変化などもあり結果を残せず、 2020年秋を最後に本格的なレースからは遠ざかった。その後は横田氏が代表を務める合同会社トラックスの社員として大会運営などに携わっていた。高橋は SNS で背中を押してくれた横田氏と約3年のブランクがある中受け入れてくれた新日本重設グループに感謝を述べ3年を経てようやく競技生活を再スタートさせる決意が固まったとつづる。 その間、裏方として陸上競技と関わり、当たり前だと思っていた大会も、当たり前だと思えるくらい作り手が努力している、ことを実感。また、ファンや応援してくれる皆様を身近に感じることができた、という。今後は地元、兵庫に戻り、新日本重設の運営会社の経営するピラティススタジオのインストラクターとして活動しながら競技を続ける。目標について、 ずっと掲げてきた五輪出場と陸上競技に全てを注いだと現役生活が終わる時に胸を張って言えることと高橋少し遠回りだったかもしれないがそれが自身にとっての近道にする力を持っているはず誰もが憧れ魅了されたトラックの女王がいよいよ舞台に戻ってくる新日本重説グループは兵庫県に本社を置き 太陽光パネルの設置や住宅設備機器の販売などを手掛けている建設企業。スポーツ支援にも力を入れており、東京パラリンピック女子走り幅跳び、義足 T63、代表の前川楓や走り幅跳び、短距離の遠藤康氏が所属しているほか、パラアスリートの山本敦氏が所属契約を結んでいる。女子駅伝チームは23年に活動をスタート。 男子砲丸投げ元日本記録保持者の山田壮太郎氏がゼネラルマネージャーに就任している。